と私が最近ねめちゃくちゃハマっているマスクなんですけど、じゃん、フォーカスがこちら、このねエスパのマスクが最近本当にめちゃくちゃ良くて、でこれがねオーバーナイトマスクなんで、こんな感じでクリームみたいになっていて、寝る前に塗って、でそのまま寝て、で朝洗い流すよみたいな感じのマスクなんですけど、本当にねこれを使った時にめっちゃ次の日肌がもっちもちになって、化粧のりとかももう肌つるんみたいな感じになったんですよ。正直エスパってちょっと値段がギョギョっていうさ感じの値段なんですけど、でもやっぱりめっちゃいいなって思って、でこのスクラブ、このスクラブもねめっちゃ良かったです。なんでかっつうと、このスクラブがめっちゃジェントルなんですよ。あーでもあんまり画像じゃ伝わんないかな。でも本当にねめっちゃ細かい粒子のスクラブで、で乾燥してる時とかってやっぱりみんな保湿保湿みたいな感じでめっちゃ保湿しがちなんですけど、実はそのデッドスキンをリムーブするのが何より大事なんですね。なんでまあスクラブはね簡単にできるっていうのでもめちゃくちゃ私はおすすめですね。これがねオイルなんですけど、このオイルはねエイジングケアに特化してるっていう感じなんで、まあ私とか合ってますよね、需要と供給がそうで、オイルって月々あると思うんですよ。私もあんまりオイルって好きじゃなかったんですけど、こんな感じでね、なんだろう、本当にねちょうどいい感じのテクスチャーなんですよね。こうサラサラもうしすぎず、こってりしすぎずっていう感じで、しかもちゃんとこう浸透する感じ。結構オイルってこうなんか表面に乗ってて浸透してるんですかっていう感じのテクスチャー多いじゃないですか。だけどこれはそんなことなくて、なんかね肌がねもっちもちに柔らかくなるような感じですね。そして次がシャンプーとコンディショナーなんですけど、これがねグローゴージャスっていうブランドで、日本だとまだあんまり知ってる人はいないのかなと思うんですけど、このシリーズが私の髪にはめちゃくちゃ良くて、ちょっと本当に使ってるんでもしかしたら今水滴がついてて汚いかもしれないんですけど、でこれもねマスクで同じ種類なんですけど、ちょっとね乾燥とか気になってるよって人はもしかしたら合うかもしれないです。あとデバイスも新しく今使ってるものがあるんですけど、あれどこ行った、あれ本当にない、ありました、洗面所に朝使って置きっぱだったこれがねこの目尻のシワとか、あと口元のねこういうシワとかを伸ばしてくれるよっていうアイテムなんですけど、こうやって先端がねちっちゃくなってるんで、細かいさところまでマッサージできるよっていう、このニューフェイスのデバイスをもうこれずっと使ってるんですけど、もうこれには本当にもう絶大的な信頼を置いてるので、まあ、ちょっとこう笑ったりするとこの目の下とかに、あーちょっとなんかこう嫌なラインが見え始めたなっていうところで、シワが気になる人はぜひ使ってみてください。でこういうデバイスもね私いっぱい使ってるじゃないですか。多分動画見てくれてる方は知ってると思うんですけど、いろんなデバイスを、まあ、持ってたりするんですけど、これもね最近使っていて、朝起きたら誰っていう時あるんですよ。なんか本当に誰っていう時があって、でこれを最近冷蔵庫に入れといて、朝冷え冷えのをこうローラーするだけでちょっとこうなんかリフレッシュにもなるし、ちょっとむくみも取れるみたいな感じで使ってます。だから時間がない朝とかにもいいかもしれない。これもエスパのやつですね。で最近良かったコスメなんですけど、パッドマックグラスかな、日本語パッドマグラっていうんですけど、のアイシャドウで、私が本当に好きなのがこのラメ、もうこのラメが本当に可愛いんですよ。ちなみに今日もちょっとだけ上からつけてるんですけど、この感じわかるかな、なんかヌードピンクにゴールドラメみたいな感じなんですよ。でなんかちょっと透明感も出るみたいな感じで、このアイシャドウが本当に可愛くて、あとねこのリップもめっちゃ可愛いの。多分私のことを結構見てくださってる方は知ってると思うんですけど、私こういう色好きじゃないですか。でこれもなんかねゴールドラメが入ってるんですよ。だからこのリップとこのアイシャドウとかめちゃくちゃ相性がいいなと思って、最近このコンビネーションめちゃくちゃ使ってます。個人的にはハイブランドのもの買うんだったらこういうプロフェッショナルな、まあ、これもメイクアップアーティストの方が作ったブランドなんですけど、そういうコスメの方が、まあ、メイクアップアーティスト的にも、そうですね、
使うことが多いかな、個人的には。本当に私が今ランダムで良かったものを紹介してるっていう形なので、もしかしたら全ての商品じゃないかもしれないんですけど、概要欄の方にルックファンタスティックで今セールをしてるものを載っけておくので、ぜひそちらをチェックしていただければなと思います。使って良かったよっていうアイテムを、そのなんかページ、なんか見先のページみたいな感じで、そこにいっぱい商品がバーって過去のものとかもあるので、ぜひ参考にしていただければなと思います。うん、なので、まあ、また逐一これも使ってみてよかったと思ったら、インスタとか、まあインスタになるかな、ちょっとその都度 YouTube を作るのがもしかしたらできないかもしれないので、インスタの方でストーリーとかでシェアするので、まあ参考程度にっていう感じでぜひ見ていただければなと思います。そう、そんな感じかな。じゃーん、カメラをね買ってきました、新しいカメラ。これがね、ソニーの ZV-E10 っていうモデルかな。なんか Vlog にすごいいいよみたいな感じでおすすめって聞いたので、このカメラを買おうって思ったら、この棒、なんて言うんだろう、このまあよくある棒ですね、カメラにつける三脚にもなるのかな。そう、なんかプロモーションでこの2つ一緒に買うと安いよみたいな感じでうまいことこう乗っけられて、まあでも結果ね、めちゃくちゃ安かったんで、ほぼこれただみたいな感じになりました。今までこの DJI だったので、結構ね、なんか広角で全てこうなんかアドベンチャーみたいな感じになっちゃうんですけど、これならもっとなんかおしゃれに Vlog ができるかなと思うので、モチベーションを上げるためにも買いました。眠いな。目やにすごいよ。目やにすごいですけど、いいんだよね、気にしないんだよね。あ、一旦マイクテストしていい？あ、はい。マイクテスト。皆さんこんにちは、みさきです。みすみです、こんにちは。カルチャーショック、かっこ時間編。うん、マジかみたいな、他の話があって、なんか、いや、そのつもりなんだけどみたいに言ってきたの。うん、だけど、そう、だけど、え、だけどって何？怖い。そう、え、なんか私の一時って彼らの一時だよね。なんかここで時差あるっけ。そう同じ空間にいて、それが本当に良かった。なんかちょっと iPhone 見せてもらっていい？ごめんって。あ、やっぱ3時だよね。私も3時、私の iPhone もそうだよねみたいな。でもその会った時のそのファーストタッチで、あ、本当に悪気とかなくてナチュラルなんだなっていうのを感じるから、ね、言えないじゃん。言えないんだよね。そう、だから、元気みたきみたいな、何してたのとかさ、もういいかってなっちゃう。もういいかってなっちゃう。あ、いいよ、もう忘れる。バーイ。だからみたいな、なんか世紀の大発見をしたみたいな気持ちだった。だからみんな遅れんのかみたいな。なるほどねってなったの。遅れなかった。いや、わかるわかる。それが、なんかみんなどういう感じで見るんだろうなって思って。確かに夢って結構違うからね。そう、イタリアンを食べようと思います。 Looks nice. Hey, cheers. It looks very fancy. You might have to order something else. It's tough sometimes, you know, you just feel like, like hard to make a decision, you know. If you don't have, it's okay, this is what it is, but like, if you have to go out.